大谷翔平が生み出した信じられない光景。3度のサイ・ヤング賞右腕が思い出す狂気乱舞。2敗の大谷翔平を軽視するべきではない。抜群貢献度にファン擁護ミニスランプ。大谷翔平は私と同様に素晴らしい。4連勝の大谷キラーがにやり投げ合うと興奮。大谷翔平がイチャイチャ。試合中に敵軍逮捕と。まさかのボンに日米歓喜なごむ。大谷翔平は鹿より速く走る。敵将が大絶賛。驚異の身体能力はルールを変えた。全部今日の記事ね。終わりだよこの国。まあ気性は。もうサッカーの起点とか存在感デポジったりするのバカにできないじゃん。こういうクソマスコミが日本って国を衰退させてきた戦犯の一つだよな。特に見どころがなかった試合は足を込める。鹿より速い大谷。バット粉砕したって記事どっかで見たわ。記者の作文能力舐めたらあかんすよ。ファンから追い出されるような形でエンゼルスを出る作戦やぞ。活躍しすぎるとファンも名残惜しいやろ。これ半分喜んで読む日本人のせいやろ。別に叩く記事かけとは言わんけど今日の結果でホルホルはあかんやろ。タイトルだけで笑っちゃうんよなフルカウントは。もう病気やろ。全部フルカウントで草。なかなかのクソ記事連発してるな。藤浪も打たれまくってるけど大人気じゃん。なんもおかしいことじゃない。負けたから批判しろとは言わないけどこれはちょっと気味悪い。鹿のように走るって表現はイチローの時にも見たような気がするけど正直悪口に聞こえてまうわ。英語独特の言い回しなんだろうが、反響額すごすぎて草。エップ。みたいな臭い見出しの記事フルカウント以外でも増えてきてほんと嫌なんだけど。イチャイチャは気持ち悪い。それ以外の力技ホルホルは別にええんちゃう？